呼ばれていました。ある日、クダナの国のウダイ公が戦に敗れて海を渡って逃げてきました。そして日々の国の人たちに助けを求めます。日々の国の人たちは彼らを心よく迎え入れました。彼らはお礼に鉄を作る技術タタラを伝え、日々の国は発展していきました。しかし大和朝廷は日々の国の繁栄をよく思いませんでした。そこで大和朝廷は桃太郎を日々の国へ向かわせました。戦いは三日三晩続きました。それではメンバー紹介させていただきます。日々の民を演じてくれたのは大林隆、中島さやか、平尾ゆかりです。レイ、くだらの民を演じてくれたのは菊池かな、大森俊樹です。レイ、桃太郎を演じてくれたのは山崎隆です。レイ、裏を演じてくれたのは木本大輝です。そして最後に語りをしましたのはアコマイトです。皆様、裏物語いかがでしたでしょうか。明日もまだまだ裏じゃは続きます。皆さん、もっともっと盛り上げて楽しんでいきましょう。